ロケーさんまごさん劇場開幕。はいどうも、カッパ園長です。さて、クオモロプレゼンツゴールドディガーショーですけども、プレゼンツゴールドディガーショー、ゴールドディナーショー、ロイヤルディナーショーみたいな感じですけどね。なんだろう、やるとしたら一回10万円ぐらい取られるのかな。まあそれはさておき、ショー、ゴールドディガーショー、ショータイム、ショータイムといえばね、まあ本来だったら比べるのもね、大変失礼で申し訳ないところなんですけども、まあやっぱりね、まあもう超一流のアスリートでもあり、これだけね、まあ日本のみならずアメリカのこの野球ファン、スポーツファンね、うん、もうハートをわしづかみにした、まあエンター超一流のね、大谷翔平選手ですけどもね、あの人はもうね、最初から最後までね、多分まああなたの方がご存知だと思いますけども、まあ思い通りの結果結果が出た日もそうでなかった日も、もうことごとくですよね。もう見てる人をなんて言うんですかね。まあ勇気づけたりもしたでしょうし、まあ単純にワクワクドキドキハラハラもしたかもしれないですけども、まあ最初から最後までね、もうことごとく見る人をね、まあなんでしょう、まあ満足というかいい気分というか、まあもう楽しませていただきましたからね。うん、これぞショータイムっていう、まあ大谷選手だったんですけども、一方こっちのゴールドディガー賞の方は何ですか。もう見る人間締めはもうイライラさせますよね。まあちょっと比べてもしゃあないんです。まあ今日、今回のね、このゴールドディガー賞は、この、なんかね、これもちょっとね、まあある種フェイクみたいな、まあマスコミを使った、なんか援護射撃というか、まあ言論統制の類のような気がするんですけども、まあ秋篠宮殿下がね、小室圭は詐欺師だみたいなことを今更言い出して大激怒してるっていう、そういう話が出てくるんですよね。このタイミングでか。そう言ってる発言内容にはね、別に反対はしませんけど、それもっとなんか3年前ぐらいに見抜いてね、公式に発言していただきたかったんですけどもね。ではなんかこうね、クオモロさん、次回も不合格なら、ね、勤務先クビの可能性、これ今日最後の動画で見ていきますけどね、もうそんなもんじゃないっす。事務所首どころの話じゃないっす。まあ、それはまあ、後に置いといて。で、頼りはまあ、まこさんの貯金1億円って話は、この間見たかな？うん。で、まあなんか、フォーダム大ロースクール修了者合格率9割以上でしたよね。92%。お、珍しくマスコミがその 90% に触れてきたね。で、10月29日発表されたニューヨーク州司法試験の結果で、小室圭さんの不合格が明らかになった。当面、ロークラークとして働くことになる小室圭。次回も不合格になれば、ニューヨーク州司法試験を受けられなくなる可能性があるっていうか、ダメだよね。2回までっていうルールだったんでしょ。うん、それも何にロイヤルルール変更ですか。それはさすがにねえだろうっていうかね。いや、まあちょっとこの辺のね、何人受けて何人受かったなんて話はもう何回かお送りしてる。なんだっけな、合格最低点がなんか400点で、400点満点中266点がボーダーラインだったらしいのね。そこをなんか超えられなかったんですわな。で、その結果だとまるで詐欺だと、この結婚がね、もう詐欺婚だみたいな話が出てきて、いや、もっと早く気づこうぜ。で、小室夫妻の描いてきた、青写真が大きく狂い始めたのは明らかで、町内でも、町内、これ、宮内庁内、驚きをもって受け止められています。しらじらしいな。宮内庁関係者とやらが言ってるそうなんですが、そもそも膠着状態だったお二人の結婚問題が夏以降急速に進展を見たのは、急速進展だったんだ。なんか材料は何だったんですかね。うん。だって膠着状態だったんでしょ？それを改善させるネタがないとそうならないよな。で、その理由とやらが、小室圭さんが現地で就職して収入面など生活の基盤が整ったと。いつ整ったんですか？だとされたことが大きかったと。で、これで、宮内庁内もね、結婚やむなしな、その改選やむなしみたいなに傾いたんですが、生活の基盤とは収入の当てではない、小室圭さんが弁護士になるという前提を指していたのは言うまでもない。なんでそれで傾くんだよ。おい。試験まだだって、え？この段階ではだってさ、ね、夏以降、今年の夏以降、試験受けた、もう受けたらもうね、ロイヤルチート聞いてんだし、ね、しかもなんか優秀な、超優秀な、だってほら、その段階ではまだマーティン賞だけを受けて、ね、うん。いやもうこんなにね、もう超スーパーエリートの小室圭さんがまさか滑るわけねえだろう、チートも聞かしてるし、みたいな。まあそういう判断で結婚やむなし。やむなしじゃねえだろう、本当によ。で、まあでも結果はね、
ご存知の通りですけども、で現在の小室圭さんはロークラーク、つまり弁護士の助手でしかなく、年収は弁護士1年目で、2000万円超とされているのに対して500万から600万ほど、世界一物価の高いニューヨークにあっては十分なセキュリティが施された物件に住むことの不可能に近い。アクション家の事情を知る関係者がね、こっからかな、最後まで結婚に本当にどっと秋篠の皆様は、いやだからさそれ言うんだったらちゃんとどうにかして、渡米する前から小室2つの課題を示されていました。それは母親の金銭トラブルを何らかの形で解決するしてねえし、経済的な安定を得るべく得てねえし、ロイヤルニート夫妻ですけどもというもので、まあ当時ね、最低の最低の結婚、それは最低の結婚ですけど、結婚の最低条件になっていたわけですが、前者は時間切れになってしまった時間切れ、あれな、時効なんですか。ただ後者については合格発表前でありながら、就職先を確保するなど、いわば内定の形を取ることで秋篠宮様のハードルをかろうじてクリアしたのです。クリアなのか、そもそもさ、ねえ、試験も受けてねえんじゃねえのかなんていう話が出てきちゃった。記事書くなよマスコミも。でそれがこの結果であると。ね、こっからね、ちょっとなんかうさんくさいんですけども、まあこれあれですよ、さっき出てきたこの秋篠宮関係者とやらが言ってるんですよ、結果を待たずに入籍を急いだのね、つまり結果発表前に結婚を急いだね、その本当の理由とやらをね、ここでもねちょっと言ってるんです。これはまあ正直結果言っちゃうと本当の理由でもなんでもないんですけども、まあ小芝居のな、結果を待たずに入籍を急いだのはまるで詐欺婚のようなもの、断腸の思いで眞子さんを送り出された秋篠宮ご夫妻からすれば一体どういうことなのかと、騙されたようなお気持ちでおられることだと拝察いたします。勝手に言ってるだけです。しかも本当にそんなこと言ったかどうかわかんないけど、マスコミがそう記事にしてるだけなんだ。前もなんかこのパターン見たよね。この間のほらなんだっけ、宮内庁長官勝手に天皇陛下のお気持ち拝察でしたっけ。拝察とかさね、なんか一回なんかどっかそこでこう見てね、あ、じゃあ一丁みたいな感じで使うなよ本当によまあ別にこの秋篠宮ご夫妻をね、なんかもうめちゃめちゃこの擁護するね、かばい立てする意図は全然ないですけど、で、家賃だけで年収を上回る、だからもうそれは当たり前だろで、最終的にはなんかこうね、このマンハッタンでのお暮らしが、家賃が80万でとか、貯金が1億あってもみたいな話がつらつら続いて、最終的に小室圭さんの勤務先に限らず、大手の法律事務所では何度も不合格を繰り返すような人を不要としているところも多い。だからそれ全部そうだっつうの。何を言ってるんですかね。いやー、相変わらずマスコミはかったるいっすな。すごいね、また拝察出てきちゃったよもっと早くさ。しかもこれね、ソースね、早速コメント非表示なんですよ。ね。で、これ次の次の動画のね、このソースなんてもっとひどいですよ。コメント非表示どころかね、記事丸ごと削除されてるんで。でもちゃんとね、このまとめサイトの誰かしらがね、まあ、魚卓じゃないですけどね、消されても大丈夫なように、ちゃんとね、映しといてくれたんで。えぐいなちょっとさ、もうなんだその猿宮内庁関係者って。そもそもがさ、言っちゃなんですけどもね、本当になんかこう秋篠宮殿下がね、騙されたってこう激怒したかどうかは知らないっすよね。そうだったとしてもこんなの騙される方が悪いレベルじゃねえかよ。本来さね、監視機関でもあるこの宮内庁がさね、止めるどころかさね、むしろ手引きして積極的に結婚させようと動いていたね、無能運営のポンコツ揃いのね、トンチン感な期間だからな。そもそもがこの優秀だ優秀だと吹いて回っていたのは一体どこの誰なんだよ。だって経歴見りゃさね、じゃあ分かんなかったとしてもね、森に持って嘘ばっか書いてたとしてもさね、本気で調べりゃ実態なんて分かるだろう。それこそさね、ロイヤルチート、ロイヤルなんかね、ロイヤルなんていうの、こういうの、なんかこういうツテとかさ、ロイヤルコネクションみたいなね、なんでもさ、もう超一流の調査機関ね、まあどこの誰だか知らないですけど、使ってさね、もうこれ以上はないって、もうありとあらゆる誇りという誇りを叩き落とすぐらいのね、もうすっぱだかにひんむくぐらいまでこう調べ上げることなんてやろうと思えばできただろう。それでロイヤル使ってほしいんだけど、本当だったらさね、ちょっと調べりゃってか、ちゃんと調べりゃ本当に優秀なのかどうかなんてわかるだろ。だってこの程度の話だったらさ、なんか民間のなんかこうね、このなんか探偵雇ったりとかさ、なんかこの更新所っていうんだっけ、なんかああいうのね、そういう人たちだってね、調べられる
レベルの話だろ。どこの誰なのかね、こんなまるっと信じてで騙されたって、そらねえだろ。これどうもね、これマスコミ使ってね、なんかこう被害者面を装うっつったらちょっと感じ悪いかもしれないですけど、そんなね、記事にしかもう見えないよね。今更だろ、今更。なんでさ、ね、この今回のこの小室圭さんと一緒にさ、このニューヨーク州の司法試験ね、受けて合格した人たち、彼らのさ、ね、彼女たちの経歴はもう見ただけで一発で超優秀ってわかるような人たちばっかですよね。うん、もうまさにこの放送エリートみたいな。うん、そことさ、比べただけでもなんか違うなって気づくだろ。誰がどう見ても詐欺婚だったのにね、ゴーサイン出して結婚して、え、騙される方が悪いんじゃないですかね。え、だってそもそも止めようともしてなかったじゃん、最後まで反対していたって。本当かよ。まあこれは秋篠宮殿下の言葉でも何でもないと思いますよね。拝察っていうこの単語をね、まあ、まあ都合よく利用してさ、ね、マスコミ使ってなんかこう被害者面を要す、え、だってさね、僕はあの記憶が正しければね、この秋篠宮殿下がこの内定ね、使って調べた、でその調査結果を持ってきたね、その結果ね、あのクオモールさんはやっぱダメですっていう報告を挙げられてきたのに、なんかこうそれにこう逆切れしたかなんかでこの封印してさね、で自らこのね、マスコミ使ってね、この当時眞子様とね、このクオムールさんとの交際をリークしたっていう、それこそがもうまさに事の発端だって言われてるじゃないですかね。え、どう考えても自業自得ですよ。我々日本国民はみんな知ってましたし覚えてましたよ。ちょっとね、これはもうなんかこうね、そはいきませんよっていうね、ロイヤル言論統制の類ですかね。なんかこう新しくね、なんかこうなんだろう、皇室っていうのも秋篠宮サイドとこの宮内庁にとって都合のいいね、ストーリーをね、新たに、だからまあ当初はクオモールさんがこの司法試験に合格するっていうこのね、ストーリーだったんですけどね、滑ったんで、この滑った方のストーリーを今このね、まあ書き換えというか書き加えてる最中ですかね。そんな話には乗れませんな。でまあおそらくその筋書き通りにね、ことはまあ進んだとしたらね、まあ多分進めていくと思いますよね。まあクオモール、これはあくまでも僕の個人的な予想ですよね。このクオモールさんはね、まあアメリカのまあアメリカには行かないね。アメリカには行か、まあこのまま日本のこの渋谷でのね、この渋谷邸で引きこもり生活多分続けんじゃないですか。でまあなんかこう一応こう名前だけね、なんちゃら、そうね、こうもうロイヤルこの就職斡旋からのね、なんちゃら名誉職、なんか国連の方からみたいな感じの、まあ名前だけこうね、それで一応収入が発生した体にして、だもう毎月の家賃ね、まあ監視代というか警備代ですよね、まあお手伝いさんなんかのこの費用もろもろね、2,000万円以上、毎月2,000万円以上、これもう永久に、なくなるまで未来永劫を続けると思いますよ。で結局このね、小室眞子さんのこの貯金1億みたいなこと言われてるあの話ね、本当にあったとしてもね、一切手つけない、崩さないと思いますけどね。それ考えてこんな生活楽しいもんかね、単純に俺だったらまずありえねえな。まあいいんですけどね。ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげん。はい、カッパーチブクロ、カッパ園長です。さてと、これまでも何回かお伝えしましたかね。この秋篠宮様、眞子様と、小室圭さんのね、結婚のお話ですけども、そんなに細かくね、ちょいちょいお届けしてきたわけではないんですが、どうでしょう、ご覧になってるあなたは結構このニュースって、見てたりします？僕の動画を見て知ったっていうことをそういうんじゃなくて、もともとこう注目してたっていう方もね、当然中にはいらっしゃるかと思いますけども、なんかどうやら秋篠宮様をね、切れさせたらしく文字通りぶち切れたかどうかは定かじゃないんですけども、まあちょっとね、怒らせてしまったとね。でまあ何かというと、この小室圭さんがどうもね、この秋篠宮様だけではなく、皇族の方々からソース感だと、いやもうなんか誰にもね、このまともに相手にもされていないみたいな、そんな状況らしいんですよね。まあそれ、まあこれはもうほぼほぼ結婚の話それ自体が白紙じゃねえみたいな。ただまあ眞子様的には あるいは、はぁ、うっせぇ、うっせぇ、うっせぇわ、みたいな。国民がどう思うがラブラブです、みたいなね。問題なしっていうことらしいんですけども。どうですかね、これ。ひどくないですか？それはさておき、ね。冗談ですよ、冗談。ね、冗談ですよ。眞子様を通じて届けられた、何が届いたんですかね。秋篠宮様が困惑していると。どうも小室圭さんは、あるいはここで失敗したんじゃなかろうか。宮内庁関係者とかの話なのかな。まあ、この宮内庁界隈から聞こえてくる声を拾うと、どうもそういうことなんじゃないんでしょうか。
っていうね、あくまでもそういうお話として聞いていただければと思います。眞子様との結婚が内定している小室圭さんが4月8日にね、あの28ページにも及ぶね、文書を公表されましたよね。それ以降、まあ世間ではね、この内容の是非を問う声が結構ね、ワイドショーとかでも取り上げられてましたっけね。で、その直後に出てきた、まあ、小室圭さんのお母さんのね、この元婚約者の方に、要は解決金、支払いの提案、まあ、なんか最初このレポートで言われていたこととは違う提案をされて、相手も驚いているみたいな、確かその辺まではお話をお伝えしたことあったと思うんですけどもね、うん、で、まあ、これらの提案まで含め、この宮内庁や皇族の方々、で、その関係する方々、どのようにご覧になっているんでしょうかっていうお話らしいんですが、皇族方あるいは関係者のたちの中で、今回の小室文書、あれ小室文書って呼ばれてるんだもう積極的に支持するという方は聞く限りではいないらしいんですよね、うん、とまあ話すのが宮内庁担当記者と言われる方で、まあソース感と言ってもいいかもしれません。反応としてはあれこれ世の中で指摘されているものと同じようなものでした。要するに国民が納得する説明を求められてきて、随分と時間がかかった割に公表された内容が、こういう内容っていかがなものかと、要は疑問を呈するものなんだ、なんかそうらしいんですよ。で、まあ小室さんとか、あとお母さん佳代さんの正当性を主張するものを読みたいとは誰も思っていなかったってことですよね。で、まあ公表されるまでの経緯について聞くと、この小室文書なるものは眞子様を通じて秋篠宮様、さらには天皇陛下のもとにも届けられたそうだ。あ、そういう意味か。で、それを公表したということは承諾されたとみなしうるのかもしれませんが、実際には秋篠宮様、そして、紀子様は当初困惑されたと、ただ最終的には眞子様の態度に押し切られてしまったということでした。あの小室文書ね、まあコピーがね、コピーとはいえ天皇陛下のもとにも届けられた、本当ですか、ね、で、一体どのようなやり取りがあったのかと言いますと、秋篠宮様はこの文書で、国民の理解が得られるのかどうかについては否定的だったと聞きました、具体的にどうおっしゃったのかまでは定かではありません、悠仁さまは将来の天皇陛下になられる方で、その悠仁さまの姉君にあたる眞子さまに、自覚を促されたということではないでしょうか、もちろんそれも今に始まったことではないのですが、点々って書いてあるんですよね、うん、で、まあさらにこの記者の人がね、続けるんですけども、全部で9回も出てくる眞子さまという言葉、これあの小室文書の中にこの眞子さまという単語が、全部で9回出てきていると。28ページで9回、うん、なんかもうちょっとあったような気がするんですけどちょっとわかんないですけどね、結婚が内定してるわけですからお名前が出てくるのは当然ですが、ただ眞子様が書いてくださった文書にもありますように、私と眞子様の気持ち、そして結婚に対する思いに変わりはございませんといった冒頭の文書には、昨年の眞子様による結婚宣言を受けて今回の文書があるという流れを感じさせ、もう少し踏み込んで言うと、一般人の金銭トラブルに眞子様を巻き込んでしまったように見えます、実際そのように指摘する宮内庁の人たちがいました。それは小室さんの失敗と言っていいかもしれません、文書には母と元婚約者の方という一般人同士の事柄が、私と眞子様の結婚という全く質の違うより大きな話題に発展してしまっていると記し、さらに借金だったことにされてしまえば、元婚約者の方のおっしゃることが正しかったということになってしまい、私や母は借金を踏み倒そうとしていた人間だったのだということにされてしまい、これは将来の私の家族までもが借金を踏み倒そうとした人間の家族として見られ続けるということを意味する、それを仕方のないことだとは思えませんでした。一般的には金銭トラブルと呼ばれていますが、切実に名誉の問題でもありました。うん、まあ多分この辺の内容はね、なんとなく知ってると思いますけども、まあそんな風に書いてあるんですよね。名誉の問題だそうですね、小室さん的にはね。で、眞子様と小室さんは金銭トラブルへの誤解を解いた上で結婚という目論見が終わりだったと思います。文書でも学費は奨学金など自分の力でやりくりしたという主張をしているわけですが、小室家に入ったお金に色はついていないのは自明。のこと。で、それは元婚約者が週刊現代で意味軸もそもそも小室家という家系に入ってしまえば全て同じお金なわけですから、今更元婚約者が婚約者から学費の援助は受けていないと言われても困惑するばかりですと語っていることに重なる。小室さんは名誉の問題と言っていますが、眞子様と結婚した後も金銭トラブルのことは言われ続けるでしょうと、二度と戻らないという意思、別の記者に聞くと、眞子様の周辺にはもちろん知恵
恵を出す人たちはそれなりにいますと。しかし眞子さまがその助けを得ようとした形跡が見られないところを見る、そんなつもりもさらさらないのかもしれません、秋篠宮様に文書をお見せになったのは公表までにそんなに時間がないタイミングだったようです、年内に結婚を考えてらっしゃるのは既成事実となってるが、だからといって1分1秒でも早く公表を焦る必要はなかった、結婚には家という概念がつきものですよね。一般的にはすでに崩れてしまって久しいかもしれませんが、皇族方は家の象徴とも言うべき存在、国民の多くは皇族方がそうであってほしい、そうあってしかるべきと考えていることでしょう、眞子様の結婚宣言から今回の文書公表、その直後の解決金支払い申し出という一連の流れを見ていると、家、つまり秋篠宮家の中でしっかりと了解されず、なし崩し的に進んでいる印象があります、一旦皇籍離脱をすればもう皇室に未練はない、二度と戻らないという意思表示にも見えます。本当ですか、それが事実なら、先の記者の指摘にもあった通り、将来の天皇陛下の姉君であるという自覚を促す秋篠宮様の言葉に耳を貸されていないということも腑に落ちる、宮内庁の中では海外での生活を前提にされているのではないかとの指摘する声も根強くあります、そういう人たちは国内だと生活が落ち着くまでの一定期間、ポリスボックスを置いておくこともできるし、それが抑止力になるけれど、海外で SP をつけるなんてまず不可能、命の保証さえない世界で、どうやって生活をしていくのでしょうと話しています。駆け落ちという言葉が浮かんでは消え、消えては浮かぶようだ。まあそんなね、文章だですが、これどう思われますかね。ね、まあそうね、なんともね、例えば今の天皇陛下、皇后陛下もそうだと思いますし、今のね、この上皇様、上皇后様がこう築いてこられたその皇室、我々日本国民とのその何ですかね、関係というか、こう距離感というか関わり、これをね、なんか一瞬でなかったことにするぐらいのね、インパクトというか衝撃はあったんじゃないかなって思いますよね。うん、なんかこうもっと言ってしまえば一瞬でぶち壊したみたいな。だからまあ心中お察しするとね、いや、あの小室さんと眞子様に対してじゃないですからね。うん、お二人にね、この心中お察しするとちょっと心苦しかったりもするんですけども、日本国民としてね、上皇陛下はね、日本国民のことを考えていたのにね、まあ二人は違ったのかと確かなんか誰かワイドショーでも同じようなことを言ってらっしゃったかな。うん、まあなんか国民に、なんだろう、ほら男の方々ってやっぱり国民目線だったりするじゃないですかね。そういう感じに聞こえないし見えなくないですか。だからまあ皇族の人たちがね、国民のことを考えていないという事例、なんか悪しき前例みたいなものを作ってしまったね、やっぱりね、いい悪いで言えば悪い例ですよね。悪しき前例になっちゃいますよね。うん、だからね、いや皇族の方々っつったっていろんな人がいるんだからね、もう昭和じゃないんですよみたいな、そういう意見もね、もしかしたらあるのかもしれないですけども、でもね、皇室でしょね、格もね、威厳も権威ですか、まあ威厳かね、なんだったらもうほんと世界の頂点みたいなね、実際ね、海外のね、この王室王族の方からはそういう風にね、見られてきたし接してこられてましたよね。うん、ほら有名なのはこのエリザベス女王よりも神座にっていう、そういう、それが天皇陛下だったじゃないですか。そういった一切合切をね、なんか総崩れになってもおかしくないような、だそれでもね、結婚を強行しようとしている、まあある種やっぱ洗脳に近いんじゃないかなって、やっぱ疑っちゃいますよね。まあなんでしょうね、難しいんじゃないですか、現実問題としてね、うん、正直ね、まあどういう流れ、どういうやり取りがこの後続くのか知りませんけども、仮にですよね、今からなんか和解したとしても、まあ日本国民がそもそももう納得しないんじゃないですか。まあ国民はね、やっぱり皇族ね、いやまあ個人差あると思います、で程度の差も当然あると思いますけども、基本やっぱり案じていると思いますし、でもね、祝福もしないんじゃないですか。うん、だからもう本当それこそね、この記事の最後に乗っかね、書かれてましたけど、まあ駆け落ちでもするっていうんでしたら、まあ止めませんけどみたいな、うん、そういう格好になっちゃいますよね。うん、なんかやっぱり皇族自由すぎ問題って言ったら変ですけども、まあ例えば自由なこの教育、これもやっぱ却下されるんじゃないですかね。うん、やはりこう昔ながらのこの厳しく皇族としてのね、自覚をまず最優先、やっぱりそういう教育に戻るんじゃないですかね。だから学校の成績云々はもう二の次三の次ね、うん、もう皇族の一員としてっていう、ね、そこがやっぱり優先されるようになっていくと思うんですけどもね。てかそうしてもらいたいですね、個人的にはね。うん、だから結局結果的にどういう、なんていうのかな、まあ我々日本国民にとって、じゃあこの話って
って結局どういうことだったのってなると、なんていうかね、この日本国民に、なんだろうな、この立ちの悪さというね、もう認知させた。だ結果、要はそのね、全員とは言わないですけどね、多くの日本国民がこの皇室皇族に対してね、支持をこうまあまるっと失ったとまでは言わないまでも、でもネガティブな印象を受け取ったのは確実ですよね。だからそれこそね、共産党なんかの狙いど、そうだから皇室のね、我々日本国民から見たその皇室に対するなんだろうな、皇室の価値って言ったらちょっと失礼に当たるんですけども、でもまあ要はそれをね、失墜させるね、皇室支持するそういうその日本国民のこの気持ちをね、なくす、失墜させる、そういうミッションっていう意味でなったらね、もう共産党大爆笑かもしれないですけど、ほぼほぼ大成功ですよね。なんとかしてね、いや別にこのお二人の結婚をとかじゃなくてね、なんかこうちょっとね考えないと、皇室の方々だけじゃなくてね、日本国民にとってっていう意味ですよ。お二人の結婚がとかそんなことはね、まあ、どうでもいいわけじゃないんですけどね、それ以前にってことですよね。だってこれでね、北総園でる人たちがねいるわけですから、日本国内に何とかしていただきたいですよね。てか何とかしなきゃいけないのかと思いますが、どうしたもんですかね。まあ最後に一言、なんか小室さんにねアドバイスじゃないですけど、僕だったらですよね、ああいう状況の中、まあこうね、その元ね、お母さんの元婚約者の方へのねっていうところ、その部分で言えば、かあの人、その人へのね、やっぱり元婚約者の方へのね、やっぱり感謝を前面に押し出さないとね、腹の中で何考えてるかとかそんなのは別にしてね、じゃないとやっぱり味方してくれる人出てこないですよね。まあもちろん今更それをやってもね、どう取り繕おうとしてももう今更遅いと思いますけどもね、どうなるんでしょうね。ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまた、ごきげんよう。はい、どうも、カッパ園長です。さてと、じゃあ、この動画ではね、まあ、僕は個人的に、この、なんだろう、この、小室圭さん、眞子さんのお話と、あと、まあ、秋篠宮皇嗣殿下のね、この会見と、まあ、入れ替わるようにして、まあ、タイミング的にもう、これ、事実なんでしょうがないですけど、この、愛子様、ね、このティアラのお話とかあったりして、話題には上ってたし、この記事もかなりの数出てるのは分かってたんですけど、なんかこの、同列というか、その、比べるじゃないですけども、なんかそういうこの記事を、この、ネタとしてね、扱うのは、なんか愛子様に失礼に当たるんじゃないのかなと思って、この避けてきたんですけども、なんかね、今回のこのソースがね、この小室眞子さんとこの愛子様のこの二つの違いみたいな一応なんか愛子様のね、名前も借りてはいるけど、これ言ってんのはこの小室眞子さんに対する話だろうなと思って、まあちょっとね、これはどうなのかなと思ってね、まあちょっとね、取り上げさせていただきましたけども、これかなりボリュームがあるんで、ちょっとはしょりながらいきますけども、成長を見守り温かい声をお寄せいただいている国民の皆様にこの場をお借りして熱く御礼申し上げますと、もうなんかこの一言でね、十分ですよね。まあどこぞのね、元皇族の方とはもうなんか本当比べるのも失礼な次元が違いますよね。まあ天皇皇后両陛下の長女愛子様、20歳のお誕生日である12月1日に合わせて公表したご感想で、国民への感謝をこのように述べられたと、強行婚によって結婚を強行したって言われてるよ強行婚によって、小室眞子さんが皇室を離れた余韻が残る中、それ余韻って言わねえだろどっちかって言ったらもう日程残滓みたいな扱いじゃねえまあいいんですけど、なんか、なんだっけ、愛子様の成年のニュースに次世代の皇室がどうなるのか想像した国民も少なくないだろう。愛子様将来天皇になられた悠仁様をお支えになるのだろうか。そうね。で、まあこっからなんかこの愛子様ご成年は皇室にもたらされた新しくポジティブな話題とか。で、まあこの後もこの愛子様ご成年は皇室にもたらされた新しくポジティブな話題とか、皇族が減少する中愛子様は重い存在、まあ貴重とかそういうことが言いたいのかな。とか、女性見分けと皇族復帰とか、愛子様が育ってきた環境とか、愛子様と両陛下の絆とか、この延々ずーっと続くんですけども、まあ、我々国民にとって、その、なんだろうな、ポイントって別にそこじゃないんで、もう愛子様に関してはね、そもそもなんか、僕は個人的になんか、とやかく言うね、あれじゃないなと思ってるんで、まあ、お元気そうで何より、それ以上でもそれ以下でもないんで、ちなみにこの前の動画でね、個人的
的な、全くの僕個人的な思いとしては愛子様を天皇陛下としてっていう話はさせていただきましたけども、男系は男系男子でっていうね、前提があるのは当然僕も分かってますよね。ただ同時にね、この今のこの秋篠宮家の方々の様子を見させていただいた上で、天皇陛下こそ国民が納得できるね、なんだろう、その器というか、もうだから日本丸ごとすっぽり飲み込んでいただけるぐらいの器を持たれた方々が代々天皇陛下を務めてこられたんじゃないかな。特に昭和天皇ねのイメージが、天皇陛下イコール昭和天皇っていうイメージが僕の中ではちょっと圧倒的すぎるんでね、他の方がどうこう言うつもりは全然ないですよ。そもそもそんな筋じゃないと思いますし、っていうね、そういうなんかもうとてつもない器を持った方が天皇陛下、代々天皇陛下だったと僕は認識してるんで、とてもじゃないですけどもね、この次継承される秋篠宮様は甚だ疑問ですね。そういう意味で、そもそも皇族の自覚も足らないと思うんでね、僕みたいな一日本国民が言うことじゃないとは分かってますけどもね、だからそう考えるとね、男系男子でっていうね前提があるのは分かるんですが、本当にそれでいいのかなっていう考えが起きちゃうんですよね。だって納得いきますか秋篠宮殿下、そして悠仁さま、悠仁さまはちょっとまだ分かりませんけれども、まあまだね、この判断材料がなさすぎて、悠仁さまについては正直どんな子なのかも知りませんし、語学用の話もほとんど出てこないですよね。学校生活の映像も写真もまあほぼ皆無でしょ。時折見る立派な作品たちだけ、まあ秋ぐらいに、なんかあるじゃないですか、そういうなんか品評会みたいなのが。だからまあその普通に考えて、このままだとなんか裸の王様になってしまうんじゃないのかなって心配っていう意味でですよって思いますし、一体秋篠宮家の方々はね、このどうしたいのかなって単純に疑問ですよね。だからこそその流れでね、ついついなんかこう口をついて出たのが、次期天皇は愛子様は無理なのかなって思う今日この頃っていう話をさせていただいたっていう、せいぜいその程度の話ですからね。だからまあその言い訳じゃないですけどもね、これをなんかそう思い至ったなんか言い訳をするつもりはないですけども、事実としてね、まあ小室圭さん、小室眞子さん、小室夫妻がね、この結婚会見でまず嘘をつき、ね、その下の根も乾かぬうちに多くの懸念に対して、ね、この国民に対してですよ、ね、このデマを元にした誹謗中傷だと切って捨てた件、ね、あったじゃないですか。それ事実ですよね。で、その嘘をつくことにね、この秋篠宮家、ね、この秋篠宮殿下、秋篠宮家として関わっていること、ましては日本国内だけじゃなく、いや、日本国内だけでも大問題ですけども、アメリカでも裏でね、まあ、皇室、皇族としての力、ね、ロイヤル特権、ロイヤルチートでさ、ね、無理が通れば道理が引っ込む実践しているじゃないですか。日本国民として恥ずかしいですよね、こんなことをさ、ね、日本の皇室、だってね、日本の皇室、ね、皇室の歴史イコール日本の歴史みたいな認識だった人間にとっては、ね、恥ずかしい限りですよ。だからそう考えると、ね、このね、年の宮愛子様のお姿をね、この見させていただくと、ね、思えば、これ以上の精神的なね、このご負担は申し訳なく思うばかりですよ、逆に。だからまあ、この令和の時代のうちに、この皇室制度、ね、まあどうなってしまうのかなと、ね、心配していること自体が、ね、もう大問題ですよね、本来だったら。ね、昭和、平成、令和と、まあ次分かりませんけれども、ね、ただね、ただそこにこのね、この天皇陛下、日本の皇室、ね、日本の歴史とともに、ね、あり続けることが普通というか、当たり前というか、ね、そういう存在だったはずなのに、って考えたら、やっぱりこの小室圭さん、眞子さんを、なんかこの結婚騒動を発端に、ね、この秋篠宮家の問題を、なんかね、このなし崩し的にこの終わらせることになったらさ、ね、ていうか終わらせたら絶対ダメだと思うんですよね。まあわかんないです。秋篠宮家の方々がね、この、まあ他の皇族の方も含めてかな、どう受け取られてるか、受け止めてるかわかりませんし、確認のしようもないんでね。ただ、ここまで明確な国民感情の差が出たこと、ね、できたことについて、ね、誹謗中傷の結果と片付けてね、この自己正当化、ね、自己弁護と自己正当化に徹するのか、ね、自分たちのね、この考えとか行動に何か問題があったのかもしれないと理解するのかで、今後の議論にね、大きく影響は絶対にすると思うんで、まあ、なんだろう。
うん、脅すつもりは全然ありませんけどね、うん、良くも悪くもこの結果って必ずついてくるんで、まあ覚悟はしておいた方がいいんじゃないのかなとは思いますけどもね。そもそもが、まあ今回のこのソース、この記事のこのタイトルにあるような、この愛子様とね、この眞子さん、比べ物って言ったらちょっと失礼だな。比較できないと思いますけどもね。まあ皇族の重みとかさ、皇族の意味とか、この皇族としてのこの立ち振る舞いなんかを、おそらく愛子様は幼少期から身をもってね、この学ばれて、育ってこられた方じゃないかなと思いますよ。まあ一方自由を尊重し、学校も自由に選んで、ね、結婚相手を学生時代に見つけなさいと言われてきたそうじゃないですか、眞子さんは。ね。一方ね、もう恋愛と結婚は別ですとね、おっしゃられた方のように、ご自分の立場をわきまえてる方、皇族の方々って基本そういう方がほとんどだと思うんですよね。実際そうだったし。うん。でね、今度まあ、ね、この悠仁様もどうも自由を尊重してね、もう育ってこられた方のようなので、単純に将来心配っすよね。幼き頃よりね、この陛下のもとで、まあ、自然にこの帝王が、いわゆる帝王枠を身につけられてきているような気がするんですよね、愛子様こそ。うん。ただまあ、さっきの天皇陛下には、みたいな話も出てきちゃうんですけども。まあ、ちょっと話が逸れちゃいましたね。まあ、その、次期天皇陛下のお話はこれぐらいでやめといた方が良さそうなんで、切り上げますが。まあ、とりあえずね、この愛子様、お元気そうで何よりでした。ということで、今回は以上です。ありがとうございました。ではまた、ごきげんよう。ロイヤルゴールドディガーだけ、コムーロ、カッパ園長です。さてと、ロイヤルゴールドビガー、あ、ビガーじゃないや。ロイヤルゴールドディガーけ、コムーロですから、RGDKK、ん違う、RGDD、卵かけご飯に、なんと何足したらロイヤル卵かけご飯になるんだとかね。それぐらいのね、ロイヤルカップルが、ついに旅立たれましたね。ニューヨークですか。新たな生活、え、ということで。まあ、ものすごい尋常ではない数の記事が飛んでますよね。うん、どうでしょう、ニュースご覧になりましたか。さすがにこれ全部見てったらちょっと数が多すぎてね、なんか1日5本、1週間回してもなんか飛行機まだ飛ばねんかみたいなぐらいなんで、さすがにこれ全部見ていくのはちょっとかったるいんでね。例えばこのまあ午前8時ぐらいにお家を出られたとかなんとかって、そっからスタートでしょ。でそっからまあなんだろうね、実際に飛行機に乗りました、飛行機が飛び立ちました、さあついに飛べっていうところまで、でも多分ね20本ぐらい記事飛んでるんですよ。飛行ね、お家出発して飛行機に乗った、なんかほら搭乗手続きとかなんやかんやとかあるじゃないですか。うん、あの辺なんかもね、うん、なんかねすごいんですね、面白いんですよ。うん、なんかこう指輪がないとかね。だからもうね、笑顔もない、指輪もないね、ついでに言えばね、うん、卒業もない、資格もない、仕事もないね、ついにロイヤルニートカップルがみたいな、そういう書かれ方してるんですよね。ついてね、果たしてやっていけるのかとね、うん、そんなことも書かれてますけど、何をおっしゃるんですか。いや、そんな心配する必要ないでしょ。なんだと思ってるんですか。なんだチミラはっていうね、およそ一般人からは程遠いね、我々一般人がね、決してね、うん、たとえ望んだとしても手にすることができないもの、大きな二つを持ってるんですよ彼らはね。うん、右手にね、無尽蔵に繰り出すことができるロイヤルチート、左手にはね、無期限無制限のロイ、秋篠印のロイヤルキャッシングですよ。向かうところ敵なしに決まってるじゃないですか、そんなのね。ロイヤルニートカップル舐めんなよってとこでしょ。ではちょっとね、例えばどんな記事が飛んでるかというとね、さようなら、もうさようならだよ。すごいな、もう帰ってくるなと。でまあ小室夫妻がアメリカに向け出発ね、P の警備がね、うん、なんかもうヤバすぎるとかさ、スラッシュじゃなくフラッシュだろこれ。がえぐいとかね。まあでもほらね、厳重すぎるさ SP 警備もね、うん、なんかこうえぐいフラッシュも、まあもう見納めかと思えばさ、うん、とかね、小室真子さん髪を下ろした姿、小室圭さんはセーターラフな出で立ちで日本を立ちニューヨークへとかね、あと小室真子さん小室圭さんが出国、警備がつき搭乗口、ラフな服装で2人とも手には指輪なし、買うんじゃないですかね。まあわかんないです。なんかこうそこも突っ込まれるのが面倒だからね、つけてもつけてなくてもね、突っ込まれちゃうんだけどね。いや、向こうで買えばいいじゃないですか。ね。ティファニーでも何でもあるんだからさ。ね。1000万ぐらいのリング買ってあげたら。支払いですか。いや、もちろんね。うん。秋篠印のロイヤルキャッシング。税金一括。
数百万数千万なんてケチなこと言わずにさ、なんだっけ、ほらティファニー、ビトン経由でティファニーなんかすんげーね、世界で何番目に大きいみたいな、なんかダイヤの石ころの原石が何億円みたいな感じで入ってこなかったっけ、去年だか一昨年だか、うん、あれ買っちゃいなよで、まあそれはさておき、あとはなんだろうな、そう服装ね、服装の話を今されてましたよね。でまあなんかこうね、なんだろうな、このマスコミメディア媒体によってちょっと捉え方が違うんですけど、まあなんかこうね、表情固くとかね、笑顔がなくとかね、うん、まあなんかこうムスッとした感じでね、二人ともね、うん、飛行機に乗ってったみたいな。まこさん小室さん、まこさん小室さんまこさん K さんじゃない、小室さん小室まこさん、飛べ、表情固くパスポート手にとかね、小室 K さん、まこさん夫妻完全ガードで羽田へ、表か裏か、ん、なんで表か、あー、なんか入り口のことか、正面から堂々と行くのか、それともなんかこうロイヤルダークサイダークサイダークサイドじゃないなまあなんかこう裏口からかみたいな、報道陣は運動会状態とかね、うん、メディアがメディア批判かどうした。で小室真子さんと小室圭さん夫妻が飛行機登場、それは飛行機乗んなきゃいけないよね。え、結局なんかこうね、ファーストクラスで行ったんだって。なんだねえ、ロイヤル印のなんちゃらフォースワンとかじゃないのケチんなくてもよかったのかな、うん、どうせやるんならさ、もう開き直っちゃえよ、うん、ってちょっと思ったんですけどね。でまあなんかアメリカニューヨークで新生活、飛行機に乗りましたと。で、どうなんでしょうね、うん、あれまだ搭乗飛行機機内かな、まだ機内ですよね。12時間40分ほどだから、なんか10時40分頃、11時前ぐらいになんか飛び立ってったらしいんで、まあまだ機内ですよね。今どこ上空ぐらいなのかな、うん、まあ今頃なんかね、2人でね、あ、ファーストクラスだからさ、のんびりとね、くつろぎながらさ、いやー、これでやっとね、うん、うるさいこうね、国民とね、マスコミからね、いや、なんかの、なんかこう、しばらく離れることができて、ゆっくりできて、よかったね、みたいな感じで。うん、そうね。って、便利だよね。何それ、私だけものすごい悪いやつみたいな言い方じゃん。っていうかさ、そもそもか、ね、ケンところなんか、実家の方のごたごた、あれがすべて、あそっからすべてこの今のね、あそっからすべて始まって今繋がってんだけど、っていうかさ、絶対受かるって言ってた司法試験に滑ったの、あんたでしょみたいな。まこちゃんごめん、みたいな。まあ、そんな会話が交わされていたかどうかは、で、そうそう、だからファーストでしょ。で、なんかこうメディアによってはなんか報道陣にまあ会釈をしたとかね、うん、笑みをね、うん、なんか笑いかけてくれたみたいな風に書いてるところもあれば、小室真子さん計算出国金銭問題に区切りもね、だからあれで一区切りだって。なんかね、これもね、マスコミの書き方が、まあこれちょっと多分最後の動画かな今日。なんかほらね、この解決金渡した払ったっていう書き方してるところもあれば、なんだろう、なんか振り込みだからなんかサインはしたけどね。実際になんかその通りに実行されるかどうかまだわかん。まあなんかいろいろこうね、マスコミによってこの報道の仕方がいろいろあるんですけど、まあどうだろうな、100万円でしょ、うん、それがまあ4つ、まあ手渡しできなくはないと思うね。どうなんでしょうね、うん、でここでなんかこうさっきのね、この金銭的な一区切りも、収入面で順風満帆ではないニューヨーク新生活、いやいやだから違うって一般人じゃないんだからさ、ロイヤル三昧ですよ。じゃなかったらさね、そもそもね、教備ね、いろいろこのね、このことごとくばらされちゃってさね、うん、卒業もないね、当然資格もないで、なんか仕事もないね、これがまあずっと続くんだからさ、とりあえずね。でこの一応ね、表向きには、うん、2月の試験受けるってなってるんだけど、そもそも受験資格ないんだからさね、合格もない不合格もないね、当然この資格もないから仕事もないっていう状態は2月まで少なくとも続けなきゃしょうがないんだからさ。で、まあ一応表向きにはね、うん、まあなんかこうね、パラリーガルね、まあパラリーガル、ね、ルールルルーみたいな話が後で出てきますけども、うん、でまあなんか仕事がね、忙しくってね、でまあなんかそれを言い訳に、うん、結局ね、司法試験、ニューヨーク司法試験受験はね、残念な結果に終わりましたがみたいな感じで、そこでね、うん、大丈夫、問題ないでしょ、うん、だってロイヤル、就職ね、職業斡旋みたいな、国連の方から来ました的なね、名誉職にさね、ついちゃうっていう、なんかどうせそういう着地点はもう用意されてるはずだからさ、何も問題ないっしょ。もうね、変な話、年収がね、数百万だろうが数千万だろうがどうでもいい話なんですよ。うん、ね、ロイヤルキャッシングがあるんだから、そもそもね、うん、まあカッコつけね、要はなんだろうな、世間体というかさ、うん、一応何もしてない状態だとね、さすがにこのバッシングがストレートに飛んできちゃうからさ、うん、一応形だけでもなんかのね、この仕事をしています的なね、格好を取ることができれば何でもいいんだろ。だからこっからね、まあ、とりあえずさ、せっかくさね、こんだけ騒がれながらもね、アメリカまで出かけてったんだからさ、うん、だってここまで聞かしたロイヤルチート、ロイヤルパワーね、どんだけ使ったと思ってんだっていうんだから、ちったこう無駄にせずね、うん、なんか
そうだな、せいぜい年内いっぱいぐらいはさ、お二人でニューヨークで頑張ってもらいたいやね。でまあ年明け、まあだから一応2月受験っていう体だから、まあ多分1月のまあ半ば後半ぐらいからちょっと動きがあるんじゃないですかね。うん、だからほらね、もうそもそもがさ、で卒業ない資格がないで受験してないんだからね、受験できない、当然資格がない仕事がないでしょ。うん、っていうのをね、表向きにはこれ伏せとかなきゃいい。うん、だからまあね、受験勉強してましたね、でも忙しくてできませんでしたね。うん、あー、だからまあ試験は失敗しました。だから当然この日本に帰ってくる流れになると思うんだよね。うん、あるいはアメリカでそのまま、ね、弁護士以外のっていうかアメリカにそのままさね、試験また滑った、職失いました。いや今度滑ったらさすがに仕事失うでしょ。うん、ね、幽霊部員みたいな、なんか名前だけ書いておいたみたいなポジションだったとしてもさ、となったらじゃあ小室真子さん奥さんの方がなんだっけ、あのナポリタン美術館だ、あっちの仕事、あれも嘘か本当か今んとこ分かんないけど、じゃあね、年明け、まあなんだろう、まあ年内ね、12月から分かんないですけどね、年明けからなのかね、今年中にスタートするのか分かりませんが、まあ仕事スタートしてたとしましょうね。奥さんが仕事してるで、小室圭さんがね、うん、未だ無職のなんかこう宙ぶらりんな状態だったら、なんかそのまま居続けるなんてことがどうだろう、できんのかちょっと分かんないですけど、まあなんかそんなロイヤル手続き的なことをやればどうにでもなりそうな気はしますけど、とりあえずなんか日本に帰ってきそうですよね、年明け。うん、なんかその2月のね、この試験前後して、まあ後か、一応ね受けた、ダメでしたっていう格好を取るんであれば、あるいは考えられるのはこのね、このまこさんのね、この都合よくなんちゃってこの PTSD、 この辺なんかもなんか言い訳に使うにはちょうど良さそうだよね。うん、症状が悪化しましたみたいなね、うん、自分の夢をね、追いかけるのもね、うん、あれなんですがね、妻が何やね、何よりも優先、最優先ね、だって一生守るって言ったんだからね。うん、っていうのをまあ都合よくまた使ってで、まあそもそも受験しないね、うん、なんかこう自分のこのキャリアアップ、ステップアップよりもね、まこさんを取ったっていうね、うん、まあなんかそういう風な感じにすればさね、多少玉よけになるのかなぐらいのこと、かっこそくなこと考えそうじゃん。で帰国で、まあなんだろう、日本で静養療養みたいなパターンもあるかもしんないよね。うん、どうすんのかね。まあ多分ね、年明け日本に帰ってくるような気がするんだけど、でまあ一応ね、うん、二人の、一応ね二人のさね、ロイヤルニート夫妻とはいえ門出じゃないですか。 なんかニューヨーク到着は日本時間今夜夜11時頃の予定なんだってさ。でちなみになんかこう、まこさんが昨日なんか秋篠宮ご一家とね、なんかまた里帰りして別れの挨拶をしてきたっていうらしいんで、でまあ今日最後の動画でね、うん、なんか滞在6時間、ね、本当の理由みたいなのをねちょっとね別で見ていきますけれども、でまあニューヨークでのね、新しい生活が始まるってことらしいんですけどもね。まあとりあえずね、さっきも言ったけど年内いっぱいぐらいは頑張ってきてもらいたいんですけどもね、うん、どうせすぐ帰ってくることになると思いますけどもね。 SD とは一体何だったのか、ね、すっかりとなんか我々日本国民のせいでね、うん、日本を去ることになったみたいなことにされてますけどもねそうですか。12時間40分後には、だから今からだと、今3時過ぎだから、まあ8時間、ちょっと後にはね、ついに夢見たニューヨークでの暮らしが始まるんですね。どんな生活になるんでしょうか。夢に描いたような生活ができるといいですよね。まあ日本国民の税金が使われないのであれば、自由に暮らせばいいと僕個人的には思ってましたけれどもね。まあでもほら、税金がいつ、どこで、どんだけ使われたのか、ね、チェックする必要があると思うけど、そんなことはできそうにありませんからね。まあ今更なんですけどもね、きちんとね、そもそも小室圭さんがね、ロイヤーになってることができていればね、で、あとこの弁護士になってね、陸務にもなれてね、あちらでの生活基盤が整ってからね、小室真子さん、奥さんを迎えるっていうことがなんでできなかったんでしょうかね。まあ今更言ってもしょうがないんで、どうぞお幸せに。会釈もお手振りも、仕事だからやらされていた感丸出して、一般人になったから今後一切やりませんという強い決意を感じました。どうぞそのお覚悟を最後まで貫いてね、周囲が何と言ってもおのれらの稼ぎと生活力で頑張ってくださいということで、今回は以上です。ありがとうございました。ではまた、ごきげんよう。はい、カッパチェプロカッパ園長です。じゃあ最後この動画ではね、小室圭さん、眞子様のお話の続きいきましょうか。小室圭さんが日本人としては初めて、日本人初、アメリカ大手弁護士事務所就職内定なんて話が出てきたんですけど、おかしいな。昨日さ、だってね、なんか経歴詐称の話がこう明るみに出て、もうなんか変な話、アメリカのね、法律事務所での就職がそもそも頓挫した、その道は閉ざされた。だからこう緊急帰国、ね、結婚会見で、そのままなんか日本で生活みたいなね、秋篠宮サイドからのまあなんかこの就職先斡旋もあって、まあロイヤルチートで日本でうまーみたいな、あれそういう話だったと思うんですけど、どういうことなんだと思ってこれ調べてみたらね、これなんかね、
何日か前に、だから昨日の話の前の段階で、多分ね、これ一回見、日付はこれ16になってるけど、実はこれソースはもっと前なんじゃないのかなって思って見たら、やっぱりそういう感じ、そう、あ、でも16日か。まあなんか近く帰国の見通し、眞子様との結婚発表準備、なんやかんや、なんとなく見覚えがあるんだよな。でね、確かにね、このなんか事務所にうんぬんっていう話、だから文春法の前のソースなんですけどもね、その前の段階でのマスコミの見立てだったりするのかな。おかしいな、就職頓挫っていう話でしたよね、経歴詐称でね。それともあれもなんかもみ消しに成功したのかな。ねえ、でね、この K ソースの記事ではね、これまあ結構ボリュームがあるんで、小室さんの就職先は日本人が弁護士として採用されるのは初めてとなる大手法律事務所で、小室さんは就労ビザ取得も終えて、現地での生活の基盤が整ったということです。だって合格発表もまだなのにね、そんなことってありえるの。しかも経歴詐称疑惑まで出てきちゃってね、うん、これはなんかちょっとおかしいなって感じなんですけどもね、うん、でも多分この K の捜査一回見たことありますね、なんとなく見覚えがあるんでね。これどっちが本当なのかな、経歴詐称は本当ですよね。で、その結果か、アメリカで働くことができなくなるのか、それとも関係ないのか。で、今回の緊急一時帰国は、そもそもこの婚約、要は結婚のね、この挨拶だけなのか。ね、まあおそらくこの小室圭さんの、このお母さんの金銭トラブルなんかの話は、まあしないと思いますんで。ね、今更なって、この人たちが、ね、我々日本国民からの理解を得ようなんてことをするとは思えないですもんね。そう。だからね、その結婚会見なんて開いたら、ね、余計なんか、ね、この、まあめんどくさいって言ったらおかしい。らしいですけど、でもまあ要は国民の理解を得よう、そんなつもりは、そんな期待はもうしてないわけでしょ。まあ今までのこの発言とか行動を見たってわかりますからね。だからまあ小室圭さんと眞子様ね、お二人がまあそんな状況の中でも結婚するとなればね、極力その話題には触れられたくないわけでしょね。うん、どうせ批判される、どうせ非難が殺到するだけって分かってたらね、そもそも理解を得るつもりもないとなったら、やっぱり面倒くせえって考えるのが普通だと思うんですよ。だったらわざわざね、緊急帰国なんかしてね、結婚会見なんて開いたらね、さらになんか集中砲火浴びるのはさすがにわかるでしょう。ってことはやっぱりその会見がメインの帰国とは考えにくいですよね。うん、だからこそね、このアメリカでの就職活動が失敗したとね、そもそもだってね、学校で勉強してたかどうかも怪しいみたいな話だってあったりはしたわけじゃないですか。で、合格もね、まだね、もう合格っていう体で、合格したっていう体でなんか話は進められてますけどね、あくまでも女性誌マスコミの各記事ですけどもね。うん、だってそれだってじゃあ実際発表がね、見てみないことには何とも言えないわけでしょ。うん、まあご覧のようなあなたもそうだしね、僕なんかもね、そもそもこの日本のこの女性誌とかこのマスコミなんかが発表する内容ね、鵜呑みにしてるわけではないですから、まあせいぜい話半分ですよね。もっと低いかな、この件の話なんかも特にね。うん、だってなんちゃら関係者の言うことなんか何の信憑性も信用もゼロですからね。あ、そうなんだ、ふーんっていう感じで見させていただいてますけど、それでもね、やっぱりなんかこのまあ小室圭さんとこの眞子様のこの結婚について、もうずっと前、もう4年前からずっとそうでしたけどもね、あんまりこのなんだろう、この、まあ、賛否両論じゃないですかね。応援してるっていう人もいれば、まあなんかけしからんっていう人もいて、うん、でその割合比率もね、まあ、そう大して変わってないような、どうだろう、どっちかっていうとね、反対の声の方が多いのかな、わかんないです。まあ僕のなんていうのかな、感覚で言うと、そもそも結婚そのものにね、反対ありえないっていう人はそんなに多くないのかなって気がするんですよね。だからまあ日本のこと、日本の皇室のことをね、まあ真面目にというか真剣にというか、まあ大事だと、これは大事だとっていう捉えてる人は、まあやっぱり当然ね、ありえないと、一般でもありえないのによく皇室皇族方をね、内親王相手にとんでもない話だとっていう人は、まあ元からね、反対の声を上げてる人ですよね。でそれよりも反対は反対、なんていうのかな、その結婚に反対というよりはね、結婚したければしてもいいけどもね、要はその税金、お金ですよね。うん、例えばなんだろうな、その小室サイド、小室圭さんサイドのそのお母さんのね、あの不正受給とか云々とかね、お金のトラブル、あとそのなんか近しいところで何人も亡くなってる、あの辺なんかをね、クリアにしないといかがなものかと思うみたいな話だったりとか、あとはそのなんだろう、眞子様がまあ皇籍離脱される格好になりますよね。その時にこの一時金ねをも
まあ問題視して、うん、でその後もね税金投入されるのはね納得いかないと。一般人として一緒になって一般人として暮らしていく分には全然構わない。ただしね、まあその要は税金ですね。秋篠宮家とのねつながりを保ったままでってなるとほら裏からお金手回してお金渡す、うん、それはなんと許せないみたいなね。一時金もそうだしその後のねアシストも絶対ダメだっていう人もいれば、結構いろいろあるにはあるんですけども、だからそういうのも合わせるとやっぱりね、いやいいじゃないですかおめでたいですよみたいな、結婚本人のねなんかね自由じゃないですかみたいな人はまあごくごく少数なのかなって気がするんですよね。で実際このコメントなんか見させていただくと、まあちらほらとなんかこの小室圭さんを応援してるかのようなね、優秀なんじゃないかみたいなね、マスコミが嘘ついてるんじゃないのかみたいな、うん、なんかそういうコメントも結構普通にあったりするんですよね、うん、なんで叩かれてるのかよくわかんないみたいなね、うん、いや本当に優秀だったらそもそも日本で弁護士やりゃいいだけの話なんじゃないの普通にそこ思いますけど、そうだからそもそもがね、これ結構前から言われてますけど、小室圭さん別にアメリカで弁護士やるつもりなんてないでしょね、普通にそう思いますけどもね、うん、でまあ今回書かれてたらこのね大手事務所にね日本人初の就職内定ってあったじゃないですか。どこの大手事務所なんですかね、あのトップ100に入るってことでしょ、うん、だって経歴書ほかねこの事務所にもさ送られて見られてるわけでしょ、で経歴詐称もバレてるわけですよね。えもしかして何あのミスターねきあの小室雇ったのって笑い物にされちゃいますよね、そんな事務所本当にあるとしたら。確かあれかな、なんか宮根さんの番組だったかな、なんか実際にニューヨークで弁護士されてる日本の方がなんか取材受けてるっていうなんかそういう番組があったと思うんですけどもね、確か大手ね本当にあのいやトップクラスのね人たちの年収ってなんか2000万超えたりもするらしいですよね。中堅で1000万前後とかっていう話だったかな確か。ただしこの5年間見習い期間があって、その間にねもう半分以上がふるい落とされるらしいですよね。だからもう本当しのぎをで勝ち残った人間がそこまでたどり着くらしいんですけども、あと新人の間ってやっぱりなんかあるとすぐ事務所にね呼び出されて来れなきゃね来れるように、だから近所に住むことも要求されるんだって。で家賃はまあ30万はくだらないみたいな、で食費もまあ安くないですよね。だから高級は高級かもしんないですけど見習い期間中もね、ただ生活はそれなりに厳しくなってくるらしいですよね、うん、確かなんかアメリカのドラマスーツでしたっけ、あれがなんか参考になるとかならないとか、まあでもドラマですからね、うん、まあとりあえずニューヨークで弁護士ね、要はもうなんか生き残りをかけたね凄まじいサバイバルがあるのはどうやら本当らしいですけど、そんな世界に飛び込みます？ロイヤルチート武器に通用しないでしょ、うん、ってことを考えても、ね、やっぱりアメリカで本気でなんか弁護士として食ってくつもりがあるとは思えないですけどね、うん、だってそもそもがさね、眞子さまに近づいたのがもうだって眞子さまのことが好きで好きでね愛してやまないじゃないわけでしょね、要は楽してね人よりいい暮らしがしたいわけじゃないですか。そんな人がわざわざさねアメリカに乗り込んでってやります？絶対やんないと思うけどな、うん、だったらねこのまあちょっと考え方としてこれ適当かどうかわかんないですけども、なんかねわざわざねこのねそのなんていうのかな、その2000万ぐらいの年収を稼ぐためにね、しかもこの日本のこのロイヤルチートねコネクション使ってさね、結局そのためにねこの年間数千万とか億単位のねこの警備費用なんかも込み込みでねかかるわけでしょ、おかしくねって、うん、だったらそんなことしないでさね日本でねじっとしててね、その分なんかね金額はそれはちょっと違うかもしれないですけどね、なんか秋篠宮さんまあからこうなんか斡旋してもらったなんかこう名誉職みたいなのにさついてた方が全然良かったじゃん、弁護士なんてこのカッコつける必要がどこにあったのかなって、まあその方がねだってなんだろう国内のまあどういう団体があるのかちょっと具体的にはよくわかんないですけど、なんかそういうね職にでもつけばさね、だってこの税金として投入される金額だってはるかにね少なく済むと思うんですけどもね、うーん、まあ結婚前提で話してもしゃあないんですけどもね、反対は反対ですよ僕も個人的にはね、とてもねまあそれはともかく実力でねアメリカの大手法律事務所への就職を決めたなんて思えませんよね、うん、でポシャったっていう話はまだなんかわかる気がするんですけども、例えばこれがね実際にこのねこの眞子さま皇族の方のねこの内親王のフィアンセでね、うん、まあ宮内庁をはじめ日本政府の後ろ盾まであったとすればね、わかんないです、考えられなくもないですよね、うん、でも全部そうはなってないじゃないですかね、
だって普通に考えて、もしあなたがね、アメリカでね、もうなんか、もう5本の指に入るような、もう超パワーのある、大手ね、法律事務所のね、まあ所長だとしましょう、あなたが。嘘がバレてるね、怪しい人間、雇います?僕だったら絶対やんないと思うけどな。雇わないっすよ。まあせめて事務所名がね、具体的に出てこない限りはね、絶対飛ばしだと思いますけどもね。ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまた、ごきげんよう。はいどうも、カッパ園長です。じゃあね、こちら最後の動画は、この小室圭さんのこの、まあ、司法試験不合格について、まあ、なんかね、ニューヨーク州弁護士、まあ、日本にいるニューヨーク州の弁護士、事務所じゃないよな。うん。まあ、あるなんかニューヨーク州弁護士が、まあ、なんか解説してると。で、まあ、彼曰く、まあ、彼女かもしれないですけど、事務職雇用、まあ、だから見習いか、を続けて、次の試験を待つかどうかは、事務所次第。あれ?だって、今頃こんなこと言ってるけど、もうクビっていう話が出てたじゃん。あれはなんか、かもしれないっていう、そういう話なのかな。結局2月まではチャンスあんのかな、ちょっとよくわかんないですけどね。まあ一応2月までチャンスはあるけれども、そもそもね、うん。問答無用でね、そういう方向に持ってけるかどうかはわからないってこと。そりゃそうだよね。だって事務所としては、だってほら、あんだけ合格者が出てるんだから、代わり他にいくらでもいるわけでしょ?うん。わざわざなんか何の役にも立たないね、このなんかこう、パシリみたいなやつにね、年間500万も600万も払って買っとく意味がねえじゃん、別に。うん。まあいいでしょう。ね。まあこのソースは朝日ですからね。まあ一応そのつもりで聞いていただければ。なんか最近朝日系頑張るね、これ。どうした?秋篠宮ご夫妻の長女、あ、まあこの辺はまあいいや。ね。まあ不合格だったことが報じられました。不合格でもロークラーク、法律に関する事務職としての雇用を続けて、来年2月の試験を待つのかどうか、待てるのかどうかでしょ?ね。事務所次第と話すのは、日本、ニューヨーク州、ワシントンの3つの弁護士資格を持ち、外資系法律事務所に10年以上勤務した山中氏。随分すごい肩書きの人がいるね。さらにアメリカでは弁護士になってからも厳しい実力主義の環境が待っている。ニューヨークの弁護士とはどういうものなのか、山中さんの解説によると、日本の司法試験は難関ですが、ニューヨークの場合は資格を与えるという意味合いが強い。しかも弁護士の資格が取れたとしても、それが直ちに優秀であることを意味はしないで、実務に出てから切磋琢磨して頑張るしかないと。だから資格取得してウェイじゃないってことですよね。うん、まあその資格も取れなかったんですけども。で、まあ山中さん曰く、ニューヨーク州司法試験、委員会の公式サイトによると、今回9227人が試験を受験、63% の5791人が合格。暗記したことを試されるという面が強い試験。ロースクールのアメリカ人学生は、司法試験に特化した対策は卒業してから試験までの2ヶ月ぐらいしかやらないのが通常だと。あれ?なんかさっきの記事とね、なんか報道となんか口裏合わせたかのような、なんかそんな気がするね。なんかほら、勉強する時間がなかったんだみたいな。で、小室さんはニューヨーク州弁護士会が主催する学生論文コンテストで優勝し、結婚記者会見があった26日オンライン形式で表彰式が行われた。主催者は受賞について学術的に優れていただけでなく実用的な論文だったと評価した。同賞のステータスはどの程度のものなのか。過去の受賞者を見るとハーバード大学のロースクールの人が受賞しているなど、応募者のレベルは決して低くはなく、受賞するのは簡単ではないと思う。賞を与える以上それなりの論文を選ばないと弁護士会の権威も下がるので、小室さんがロイヤルに近い人だからといった理由で通るものではないと思う。ロイヤルチートじゃないんだってさ、あの論文優勝ね。今となっちゃって感じですけど。で、まあ小室圭さんの就職先である弁護士事務所はニューヨークの中心に位置するマンハッタンにオフィスを構えている。アメリカはには弁護士にランキングがある。例えばチェンバースやベストロイヤーズのランキングに小室圭さんが就職する事務所に所属する弁護士もランクインしている。弁護士になってからもアメリカのリーガルドラマスーツのような実力主義の環境が待っている。日本の弁護士は裁判で法廷に立つことも多いですが、小室圭さんが就職する事務所は法人向けの業務を主にしているので、めったに法廷には立たず企業とやり取りする方が多くなる。 M&A など大きな案件が入った時は非常に忙しくなるでしょう。アメリカではトップクラスの弁護士になるとタイムチャージ、時給換算で10万円を軽く超えると。すごいね。日本円に換算すると非常に高く感じるが、マンハッタンの弁護士では別に珍しくなく普通。ただ若い弁護士のタイムチャージ額はそこまではいかないと。で、物価の高いニューヨーク、マンハッタンで暮らすとなると家賃だけでも30万、リビングプラスベッドルームはくだらないという。で、山中弁護士が知る限り、マンハッタン法律事務所で企業を相手にするビジネス
弁護士で、日本とニューヨーク州の両方の資格を有する日本人は10人もいない。私がニューヨークにいた時、母国に帰りたがらない中国人はかなりいました。外国人がアメリカに残るには結果を残さなければいけないので、相当努力していたし、優秀だった。小室圭さんも彼らと似たような覚悟は持っているのではないでしょうか。そう、26日の会見で小室圭さんの留学先であるフォーダム大学が公式サイトでプリンセスマコのフィアンセと紹介していたことについて質問され、小室圭さんは皇室利用したという事実はありませんと文書で回答、サイトに掲載されたのは大学の判断だったと説明、本人に皇室利用の意図がなくても弁護士になってからも元皇族の夫として一目置かれることはあるのだろうか。そんなのだってね、弁護士に聞いたってわかんないじゃないですかね。で、まあこの山中さん曰く、元ロイヤルということに意味を持つか持たないかは相手次第、仕事の場面ではそれを理由に取引先からミーティングの機会を持ってもらえることはあるかもしれませんが、話をして中身が伴わなければ見切りをつけられるというシビアな世界、稼がないと評価されないので、就職した初めのうちは育成期間ということで大丈夫でしょうが、5年から10年経っても顧客をつかめなければ生き残ることはできないと思う、小室圭さんの留学を支援していた奥野弁護士は30日 NHK の取材に応じ、小室圭さんから電話で、今回の試験の結果は不合格でした、大変申し訳ございません、来年2月の試験に再びチャレンジしますと努力を積み重ねていきますと報告があったことを明かした。まあ弁護士として活躍するのはもう少し先になりそうだっつってますけどもね。やっぱりチャレンジするのかな、どうなんですかね。まあなんか実際にこのね、マルチに活躍した経歴、まあなんかそういうね肩書きと実際にこの実績を持ってる弁護士はまあなんかそういうことを言っていたらしいですけどもね、まあどうだろう、これまあ僕のこの動画チャンネル動画のコメントくれてるね、応援してくださってる方々の中に実際にこのなんかこうね、このニューヨークの勤務先ローエンスタインサンドラー法律事務所でしたっけ、まあ日本からはねアクセスできない格好になってますよね。まあさっきね、このアメリカからアクセスして確認してくれた人の話を最初にしましたけども、でまあ理由はほらね、まあオンライン攻撃っていうのかな、このホームページを防御するセキュリティサービスを使用しているためとまあ表示されるらしいんですけど、実際この合否を確認する日本からのアクセスが急増したからですよね。まあだからこの事務所としてはもう見迷惑なわけですよね。でまあ今回この不合格だったわけじゃないですか。でまあ小室圭さんのねこの実力がまあ判明したわけでしょ、格好としては。だからまあ事務所は当然考えるわけですよ、天秤にかけますよね。例えば元皇族の妻を持ちね、将来は天皇の義兄にね、義理のお兄さんになる男のメリットとね、一方ね、まあお母さん含めたねこのスキャンダルまみれのね、まあある種お騒がせ男としてのね、顔も持ってるわけでしょ。まあそのデメリットを考慮してね、当然今後の雇用契約関係をね決めると思いますけども、でおそらく一つの結果がまあその首っていう答えもね、あったんじゃないんですかっていう話だったんですよね。まあそれはまだちょっとはっきりしてもね、我々日本国民としてはね、特にまあ僕も日本国民の一人としてね、こういう人がね、天皇陛下の義理の兄、おかしかろう。まあこれもね、前に言ったことあったかな、普通はさね、このじゃあなんかこのね男性か、まあどうだろう、男性から見て女性に、まあ女性から見た男性もまあないとは言い切れないんで、なんていうかね、このやっぱり結婚してね家族を養うっていうんだったらさ、例えばまあこのケース言えばね、そもそもがさね、まだ試験を受けた段階でね、合否がまだわからないね、なのに結婚ありえないって話はしたじゃないですかね。わかんないですよね、僕の感覚がただ古いだけかもしんないね。だって年収600万で家賃80万ってもうだって破綻してるじゃんこの時点でね。慌てて強引に籍を入れたのはどう考えても別な理由目的があるだろうって誰だって思うわけでしょ。ね、そもそもね大学卒業してんのかとね、受験資格があったのかなかったのか、そこは疑われてるじゃんね。で、あとはこの奥の法律事務所、からのこの流れ、金の流れですよね。やっぱりねマスコミの人たちはさね、報道の方々はそもそもこういうところをね、圧力に屈せず調べるべきなんだよな。何このなんちゃって日本国民のせいでね、眞子さんに捨てられたみたいなわけのわからんね記事飛ばしてんだよ、そんな暇があったらやること違うんじゃないのって。まあ結局予定通り行かなかったとね。だって眞子さんが全てお願いしてスケジュール立てて準備していたってね言ってましたけど、結局小室圭さんがそれに伴う実力を持ってなかったっていう、ただそれだけの話なんじゃないんですか。まあ社会をね知らないね、女性一人の女性が考えた通りにね全てうまくいくような甘い世の中じゃなかったっつうことじゃないですか。まあよくね昔から恋は盲目なんて言いますけど、これ冷めるのも一瞬なんじゃないですかね。まあ眞子さんの場合はどうなのか知りませんが、まあいわゆるなんだろう、
この特にね、なんか意味はね、この体はないですよ。御令上のね、この常識通りに、思った通りにね、合わせられる一般人なんてそうそういないんじゃないですかね。まあこんなはずではっていうのが、なんかそういう思いがそろそろ見え隠れしてきてるんじゃないんでしょうかね。なんだろう、文王ってよく言うじゃないですかね。まあ平たく言えばね、見る目がなかったわけでしょ。でももうここまで来たらしょうがないですよね。まあ沈没しそうな船にね、反対、周りの反対押し切ってね、乗っちゃったんですからね。仲良く二人揃ってどうぞとしか言いようがないよね。だって日本国民にね、ね、マスコミがばらまいたデマにね、乗っかって日本国民が誹謗中傷してきているってね、単価切っちゃったんだもんね。あとはもうだっていいことも悪いこともね、自己責任じゃないですか。僕個人的にはやっぱりこの事務所はクビね、だと思いますけどもね。だって一発合格の優秀な人が他にね、たくさんいるんですよ。5000人今回ニューヨーク州のこのね、司法試験に受かってんですから、わざわざごくごく少数のね、まあごくごく少数でもないか、ね、3000人以上でしたっけ？まあ少数派のね、この落語者をね、キープしとく意味、ね、普通に考えたらないっすよね。もし何かあるとしたらやっぱりこのね、ロイヤルでしょ。ね、皇室ブランドしかありえないのは誰だってわかるじゃないですか。ね、しかもこの私業なのにね、この将来に期待してっていうのは、せいぜい学生の間だけじゃないですか。ね、実際社会人でね、そんなこと言ってね、継続雇用するのは今時ね、ベタななんか昭和の日本企業ぐらいじゃないですかね、思いますけど。ということでね、今回は以上です。ありがとうございました。ではまた、ごきげんよう。はい、どうも、カッパ園長です。じゃあ、この動画では、小室圭さんね、合格率 78%。78% っていうよりも、フォーダム、卒業生だったらもう9割超えてたよね。なんでここは低く書いてんのかな。まあいいでしょう。まあ、ニューヨーク司法試験不合格と。これに対してね、本当にこれ、この、なんか画像を見てたまたま思ったんですけど、小室真子さんはさ、ね、まあ支えますっていうなんかコメントをね、次に備えて支えますとかって言ってたらしいことになってますけど、その前にさ、なんかこう叱り飛ばしたりとかなかったのかな。まあ、これもタラレバになりますけど、普通に考えてね、ね、そんだけ高い合格率ね、で、どうせなんかこうドヤ顔でね、おう任しとけよみたいな感じで、だってなんか秋篠宮夫妻にはそういう風にね、ビッグマウス聞いたわけでしょ。で、結果滑ってたわけじゃないですかね。なんかこう大激怒してもおかしくなさそうなんですけどね。ちょっと何してくれてんの、全然予定狂っちゃったんだけどね、もう次ないんだけど分かってんのみたいな、それぐらいのこと言われてもおかしくなさそうですけどね。どうなんですかね。たまたまこの画像がなんかこう叱り飛ばされてね、クオモールさんシュンとしちゃうみたいな、そんな絵に見えなくもないんでちょっと笑っちゃいましたけども、どうなんすかね。これ例えばね、これご覧ってのあなたがこう女性ですね、結婚したもう新婚さんね、女性ですよ。で、この旦那さんがまあ弁護士資格目指してそもそも弁護士資格持ってるじゃなくて、これから弁護士資格取ろうとしているそのタイミングで結婚する人が果たしてどんだけいるか知りませんけども、まあこのね、旦那さんがクオモールさんみたいな感じでね、受けました、滑ったね、どう思いますね。初チャレンジだったしね、緊張もしただろうからね、次頑張ればいいじゃないの、そんなくよくしないのよっていう人もまあいないとは限んないですけども、一般的な感覚からしたらね、そもそもがね、働いてもいない状況でね、結婚をこうだ、ある種要は決断に決断を決断を重ねてきたわけでしょ、奥さんの方が。そういうことですよね。例えばこのね、小室真子さん、いや別にこの小室真子さん個人的にこの擁護するわけじゃないですよ。でも小室真子さんの今のところこの客観的にしてきたことをね、下してきた決断を並べるとね、まあ、一大事って、人生における一大事っても言っても過言ではない決断をね、繰り返してますよね。まず功績離脱してるんですから。ね。で、その上で結婚っていうね、決断を、まあ、ざっくりこの辺に限った話だけでも2個あるわけでしょ？ね。それで旦那さんがね、あれ、滑っちったみたいな。いや、もうだいぶ、もう大激怒どころじゃないよね。って思うんだけどな。そうじゃないのかな、やっぱり。でもほら、なんか、いつ頃からか、あの結婚会見後は特にそうかな。ね。もう実はこう、コントローラー、ね。小室真子さんだったと。ね。小室圭さんはただの操り人形だったんじゃねみたいな。なんか黒幕はみたいな。まあ、主導してたって一応ね、まあ言ったのか言わされたのか、そこは定かじゃないですけどもね。まあ、だから、それも合わせて考えると、もっとなんかこう、ガミガミガツガツ怒られてんじゃねえのかなってちょっと思ったんですけど、そういう話は全然出てこないですよ。
よね。ね、なんか一発ぐらいなんかそういう話をね、うん、なんかもう最近小室圭さんが、元気がない本当の理由みたいな、なんかそういう記事が飛んでくるとちょっと面白かったのになって思うんですけど、まあいいんですけどもね、まあなんかこう眞子さんが支えていくんだって。でそれに対して我々日本国民がなんかこう批判するね、批判的なこのねコメントをする、その考えはね間違っているってマスコミが言ってるんですよ。まあ捜査はいつも通りヒュンダイなんですけど、でまあ29日夜ね、合格者が発表されたニューヨーク州司法試験、名前がなかったんですよね。クオモロケイさんはね、あ、それもなかったんですけどもね。でこれを受けて小室圭さんはかつて勤務してた東京の法律事務所の所長でアメリカ留学を支援してきた奥野さんに報告、今回不合格でした、大変申し訳ありません、来年2月試験に再チャレンジします、努力を積み重ねていきますと再起を誓って、眞子さんも小室さんを支えていくと話したとされる。で、合格は確立されていたため小室さん不合格のニュースが流れるとネット上には批判の声で埋め尽くされたと、合格不合格に批判も何もないと思いますけどもね。で初回受験者の合格率が8割近い中、フォーダム大入学の際に奨学金がもらえるほど優秀なはずなのに、ニューヨーク司法試験、委員会に放出特権は通用しなかったわけだ。そうっすね。通用しなかったと見るのが正しいのか、そもそも入ってねえとかさ、そもそも通ってねえんだわみたいな。でとか、あとこの結婚がバタバタと決まっていたのはこれが理由なんだね、結婚前試験に落ちていたらもっと反対の声が上がっていただろうし。なるほどね、まあ確かにそういう意見も結構ありましたもんね。で一生眞子さんの蓄えで支えてもらってくださいとか。お、ロイヤルチート肯定派かな。ニューヨークの生活も当面問題なし。何が問題ないんでしょうね、そういうとこなんだよ、問題や問題しかないだろ、だって、しかし小室圭さんの不合格は想定内だったはずと話すのはニューヨークで勤務経験がある法律事務所の代表弁護士、どこの誰ですか、せめてねこの名前を教えてほしいよな、リッキーさんとかさ。司法試験全体の合格率が 60% ほどと初回受験者より狭き門になりますが、2月の試験は落ちた科目だけの受験なので働きながらでもなんとか合格できると思われますと。日本の司法試験より難易度が低いと言われていますが、当然英語による試験のため日本人の合格率は 50% を切るでしょう。これリッキーさんかな。昨日似たようなの見ましたよね。で、今回の不合格は残念でしたが、ご自身も想定範囲内だったはずです。そうか、小室圭さんは日本でのバッシングなども当然知っていたでしょうから、あれだけの逆風の中勉強を続けてこれたことはすごいことだと思います。そうか。すげえ無理くりなフォローにしか聞こえないな。そっか、まあだから、あ、結局勉強に集中できなかったと。なんか変な記事ありましたよね、学校の勉強が忙しすぎて試験対策が打てなかったみたいなね。で今度はね、あの学校の勉強が忙しいじゃなくてね、うん、日本国民のバッシングがね激しすぎてね試験対策に集中できなかったんだって。怖っ。じゃあ次もダメじゃんな。すげえ、こんな不合格まで我々日本国民のせいにされてもたまったもんじゃねえんだけどな。で、現在ロークラーク、法律事務員として、ニューヨークの大手規模の法律事務所に在籍している小室圭さん、これは在籍は在籍で本当に合ってます、大丈夫ですかねこれね、弁護士になると2000万前後と年収が格段に上がると言われているため資格取得が急がれるが、眞子さんがお支えすると話されているように、懸念されるニューヨークでの生活費の問題は当面心配ないでしょう、眞子様の、蓄えによるもの、眞子さんの蓄えによるものと批判がありますが、すでに結婚して一般人になられてるんで、こうした批判はお門違いと言えるのではないでしょうか。まああれか、眞子さま時代に蓄えたものではあるけれどね、眞子さんのものとしてもね、あの持ってこれてるものだからね、それについてとやかく言うなと、うん、そういうことらしいです。うっせえお前らって言われちゃったね。で、まあ、この皇室ジャーナリストっていう人がね、いつものね、うさんくせえやつがそう言ってることになってんですけども、都内在、滞在中の二人だが、眞子さんのサポートの中、早くも小室さんは次回試験に向けて勉強に励んでいるところか。ないない、そんなわけねえよ。そしたらだってもう帰国してなきゃおっていう話だもんな。うん。ていうかなんか、前にさ、もう忘れ去られてますけども、この宮内庁の方がね、この小室圭さん、小室眞子さんね、夫婦、まあ、当時はまだ結婚してなかったか、この小室圭さんへね、うん、このなんか、生活へのこの支援を申し入れたなんていう、そんな話があったじゃないですかね。あれ結局どうなったのね。なんかもう体としてはなんか小室圭さんに断られたっていう、なんかそんな報道もあったと思うんですけどね、この辺もねちょっとはっきりさせてもらいたいですよね。実際事実としてそんなことがあったら言語道断ですよね。うん、でもおそらく本当にあったと思いますよね。だって小室眞子さんがそもそもさね、うん、私が主導してみたいなことをねカミングアウトしてたぐらいだから、それはこの宮内庁の方からね、この小室圭さんへのアプローチね、支援の申し入れ絶対あったはずだよね。うん、で
で、今回まあ落ちたじゃないですか。ね、一応小室圭さんからの生活基盤、ね、うん、確立することができなかったわけですからね。ね、なんかこうちょっと電話でもしてさ、まあ宮内庁の誰だか、まあ直接しないか。ね、まあ小室眞子さんに言って、ね、この間あの支援の件なんだけどもさ、ね、今からでもお願いすることで、あ、お願いするとは言わないな。ね、うん。あれってまだできんのかなみたいな。それぐらいのこと言わしてそうだよね。いや、できるできる。全然あるでしょ。うん。いやー、いろいろとね。まあ、この、一回この小室圭さんが断った、そもそもこの話が本当かどうかわかりませんけれども。ね、断ったとして、ね、当たり前ですけどもね。うん。民間人のそもそも生活支援なんかする権限が、なんで宮内庁にあんだよって、普通にそこからおかしいっすよね。最近のこのね、この弁護士さんとかさ、このマスコミのこの記事のこの不合格のフォロー発言、フォローコメント、フォロー記事、ね、この言語の壁みたいなこと言ってるやつ、ね、もう いっぱいいるんですけど、それがおかしくね？ね、だってさ、超難関のこのマーティン奨学金を取得して、ニューヨークの論文コンペで優勝してんだろ？うん、日本語じゃねえよな。英文だろ？英語だよな。その指摘は間違いだと思うけどね。言語の壁なんてはもうそもそも100も承知で、それをクリアしてるからこそ受けたんじゃねえのかよ。うん。あとはまあ、このマコさんのね、この蓄えがね、そもそもが税金だったっていうのはもうね、なんかもう省かれてますけどもね。うん。あの結婚会見でね、このまあ、その時はまあマスコミのね、このデマで踊らされてね、誹謗中傷してくる日本国民ね、を批判してね、一方でね、普通にこの税金のお世話になりますって、そりゃね、納得支持なんか得られるわけがねえと思いますけどもね。まあ不合格とかどうかね、まあ不合格なのか合格なのか次合格できんのかもうはっきり言ってもうどうでもいいんですけどもね。うん、支えるっつんだったらどうぞご自由にとしか言いようがないんですが、ただ宮内庁と皇室ね、資金を適切に扱ってるかもう可視化してもらいたいっすよね。うん、でこの二人にね、警備費用を含め税金が流れていない事実をね、うん、我々国民が理解できたんなら、確認できたんだったら納得する人だいぶ増えると思いますけどもね。そこですよ。そこはなんかうやむやにしたまんま、うん、一般人としては一般人でも実態は超ロイヤルビップ継続中なわけでしょ、うん、だから批判が殺到するんじゃないんですか。ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。はいどうもカッパ園長です。さてと、じゃあね、この動画でも小室圭さんの不合格話いきましょうか。どうでしょう、性格悪いっすかね僕。いや、まあ、だって、しょうがないです。今日、だってもう、これ以上に面白いね、うん、話ないんで、うん、ナイスナイス。ね、こっちのチャンネルもそうだし、向こうのチャンネルも含めて、ね、今日はもう、これを超えるネタないですからね、もう、しょうがないんですよ。ただまあ、興味ない。ね、こいつの合格不合格、ね、この夫婦が幸せだろうがなんだろうが、興味ないっていう方はもう、スルーしていただいた方がいいかもしれないです。ね、今日もこれしかやんないんで。いや、まあ、そんなことはないです。ただまあ、このチャンネルではね、この後の動画ではその不合格ネタではないんですけどもね、まあ、小室圭さん、眞子さんの話が続くんで。でまあ、今日はもうしょうがないですよね。もう一個のチャンネルの方ではさすがに、ああ、でもまあ、ちょっとね、いつもの感じではなくて、この総裁選ネタですかね、向こうのチャンネルではね。うん。まあ、明日、ほら、もう投票じゃないですか。ね。うん。だからね、まあなんかその、あの国ネタっていうのがそもそもあんまりなくてね。うん。まあ、こっちはだからまあ、小室圭さん一色になっちゃった格好なんですけどもね。じゃあ最後この動画ではね、最後というか、この不合格ネタ最後、このお話では、山口真由さんが、ね、うん、不合格じゃねみたいな。無慈悲な不合格みたいな。まあ、山口真由さんはご存知だと思います。ね、何回か、まあなんかこの小室圭さん、眞子さん、確かね、おめでとうみたいな、そっち側のスタンスでね、発言されてたと思うんですけどもね。うん。どうしたんだろう。もう早速手のひら返した格好かな。合格不合格に関してはもう不合格は不合格としか言いようがないからこういう感じなのかな。うん。で、元財務官僚でアメリカニューヨーク州弁護士資格を持つ山口真由さんが30日、読売テレビ朝パラ、今日の午前中ってことか、にゲスト出演。アクション宮ご夫妻の長女眞子さんと結婚した小室圭さんの名前が同州ニューヨーク州弁護士司法試験委員会の合格者一覧になかったことについて、不合格の可能性が高いですねと話したそうです。不合格なんだって、まあ、絶対とは言ってないですよね。可能性が高いと。まだ一応不掲載ね、掲載されてない6人があるんですけど、あれはね、まあちょっともう早速僕このね、さっき挙げた1本目2本目の動画のこのコメントの中にもね、まだわかんないとね、公表されてない6人がある。ただね、これ動画
考えてもね、この採点待ちで、要はこのなんか時間差で、6人がそのね、一時発表、一斉にこの、はい、用意ドンで発表に間に合わなかった6人っていうことじゃないと思うんですよ。なんか理由があって、公表されていない6人だと思うんですよね。うん。まあなんか採点、なんかね、そのなんか回答が微妙で、うん。なんか丸か×かで、なんかこの採点者、ね、何かしらこの先生なのか教授なのかわかんないですけど、で、揉めてるとかね、そういうパターンも絶対にありえないとは言わないですけど、じゃなくて、うん、やっぱりなんか合格、してもね、発表してくれるなっていた人、そういう風に選択した人がいたんじゃねえのかなと、そっちの方が可能性としては高いと思うんですよ。わかんないですよ、わかんないですけど、だからその6人の中にね、小室圭さんがなんか実は含まれてるっていう可能性はゼロではないと思うんですけど、ちょっと考えにくくないですかね、普通に考えてね。小室圭さんだって合格してたらね、うん、それこそドヤ顔でね、いやもう俺これから今からニューヨークで弁護士としてね、うん、マコ幸せにしていくしみたいな、絶対発表するに決まってんだからさね、わざわざ伏せる理由がないですもんね。うん、まあちょっとね、まだ分かりませんけど、確かにね、うん、合格者数と発表された数の6人差があってね、うん、他にね公表されていない6人合格者がいるはずなんですけれどもね、うん、そこに小室圭さんがいるのかいないのかね、マスコミはなんかそこをなんかこう盛り上げてね、多分数字稼ぎに行くと思いますでまあ一応ね、山口真由さんはまあ不合格なんじゃなかろうかと。で小室さんは7月にニューヨーク州の司法試験を受験して、日本時間29日合格者名簿が公表が30日午前、今日の午前の時点でもこの K、 さっきね一番最初の動画で見ました KELまで見たけど、この小室の名前が見当たらなかったですよね。うん、しかしこの名簿が全ての合格者ではない可能性もあるとされてるね。それはまあさっきお伝えした通りですけども、まあ山口さんもリストが最終ではないという話で、若干ここから増減するかもしれませんが、ほとんど増減はないと思うと、ね、これが最終リストと捉えていいと思う、ね、最終リストに近いと思うので、まあ、不合格の可能性の方が高いだろうと、ね、そう話したそうで、まあ一般常識的にね、うん、そうですよね、うん、ただ山口さんはね2月にもう1回試験があるので受けられますと受けんのかなリベンジリベンジ、もう一回勉強しようぜ、うん、でなんかこのほら今副大統領のこのカマラ・ハリスさんいるじゃないですか、あの人もカリフォルニア州、ニューヨークじゃなくてこのカリフォルニア州の弁護士試験に一回落ちてるんでね、落ちたからといってもうある種のこの能力、詰め込んで出すというのが思うようにならないとは限らない、え落ちたからといってでもある種の能力詰め込んで出すというのが思うようにならないとは限らない、ちょっと何が言いたいのかよくわかんないな、なんだろう、緊張して本来持てる実力を発揮できなかっただけでね、次は一回バカず踏んでる分リラックスして、受けられてね、そこでこういかんなく実力を発揮して合格できるかもしれないみたいな、もうフォローを入れてるつもりなのかな、まあなんか弁護士資質が劣るわけではないと、まあ一応小室圭さんをね、フォローはしてたらしいんですけどもね、へー、2月にもう一回受けるんだって。でまあね、もしかそれよりもこっちの方がちょっと興味深いですよね。うん、またなんかねビッグマウス大口叩いちゃってたんだってさ。小室圭さん司法試験不合格報道の波紋がね、やっぱり秋篠宮サイドにもね当然ね及んでるらしくてね、それはお父さんお母さんもね、うん、なんだチミ、これどうなってんだチミってなりますよね。うん、でまあ秋篠宮皇嗣殿下夫妻大丈夫だとね、絶対合格するんでね任してくださいよね、僕はスーパーエリートっすよみたいな、調子くれててこれかよみたいな。それはアミアサイドとしてもね、散々ロイヤルチート聞かして聞かして、もうこれ以上は無理だろうっていうぐらい聞かしてやったにもかかわらずね、何してくれてんだ不合格とかありがちみはってなるよね、それはね。うん、まさかの展開だとでしょうね。よもやよもやの不合格じゃないですかこれ。で、小室圭さんが受験したアメリカニューヨーク州の司法試験の結果が通知され、合格者一覧に、K 小室の名前がなかった、不合格だった可能性も浮上してるって書かれてるんですよ、日本のマスコミは。食い下がるね。ニューヨーク州法務委員会、ニューヨークステートボードオブローなんて、29日公式ホームページで合格者のリストを発表、2021年7月司法試験結果と題して、並べられた K の欄に、K 小室、小室 K さんの名前がなかったんですよね。で一部報道によるとこれは最終版ではなく、今後追加合格者や不正による不合格者が出る可能性はある、それでも第1弾のリストに K さんの名前がなかったことから騒然としていると。仮に不合格だった場合、マコさんと K さんの将来は
一変する。ね。大した影響ないだろ、どうせ。ね。どうせなんかあの国連の方から来ました的なさ、なんか名誉職にさ、二人まとめてねじ込んじまえばどうってことねえんじゃねえの？ね。いけるいける。ね。むしろ弁護士。ね。チャレンジしたっていう、うん、それだけでいいんだろ、どうせ。合格してたってなんかこうね、バリバリ現場に出てさ、ね。なんかこう、なんかそういう企業案件とかバシバシなんかこうね、片付けていくなんて、そんな活躍できっこねえだろ。甘くねえか？そんな。で、K さんはすでにニューヨークの大手法律事務所への就職が決まってるが、合格すれば年収2200万円以上、不合格だと助手としてしか働けず600万程度になると、自ら辞退すんじゃないの、不合格だったらね、そんななんかかっこ悪いポジションね、なんか下働きからもう一回2月まで頑張ります、そんなことやる、なんかそういうなんか根性あるやつには見えねえもんな。で、新婚の2人は合格を見越してニューヨーク州のマンションを愛の巣に決めたとされる、一説には家賃が50万円以上、ね、50万どころじゃないだろ、だってね、だってあの渋谷のなんかこう仮住まい、ね、眞子様の仮住まいだって80万とかね、一説には130とか140万なんて話も出てるもんね。で、まあそれも2000万円以上の K さんの収入があってこそ成り立つね。大丈夫大丈夫、ロイヤルチート2、3発ね、あの聞かしてもらえばそんなもんチャラチャラ、ね、気が気でないのは眞子様を送り、眞子さんを送り出した秋篠宮夫妻だとそんな気にもしてないんじゃないの、どうせ。K さんは結婚前の今月18日赤坂秋篠宮邸を訪れ、秋篠宮夫妻と面会、事情を知る関係者の話嘘くさ。秋篠宮さんは今後の生活基盤について K さんに詳しく説明を求めたそうです。もちろん司法試験の出来栄えについて K さんは大丈夫ですと答えたと聞いています大丈夫大丈夫ね。こっから積んでその6人の中にね、いや6人じゃなくて実はこれも数え間違いで7人だったんですよみたいな感じでさね、まさかの逆転合格大勝利ね、やってみせてくれよね、ロイヤルチーとかね、世界最強だっていうことを、まあ、見せつけてほしいよね、むしろ。で、今回の司法試験、ニューヨーク州の司法試験の受験者が9227人、全体の合格者が 63%、初めて受験した人の合格率が 78%、 また小室圭さんが卒業したアメリカフォーダム大ロースクールなど、あれ結局何これ卒業したことになってんの、アメリカ国内で法律の勉強していた生徒の初回の合格率が、まあ最初に言った通りこの 87% なんですよね。実際小室圭さんも自信満々だったに違いない。万が一不合格ということになれば、小室夫妻の人生プランに大きな影響を及ぼします。秋篠宮夫妻も心配しているのではないでしょうか。いや、そんな、そこだけなんか一般常識みたいな。ねえ、司法試験に落ちちゃいました。ねえ、途方に暮れるみたいな。そんなルートねえねえ。最初からねえわ。で、ニューヨーク州の司法試験は年2回あり、次のチャレンジは来年2月。その日周辺が騒がしくなってきた。受けねえと思うけどな。そこまでする？そんなんだったらもう適当になんかこうね、秋篠宮さんの方からテーマはしたさ、ね、手配してくれたなんかそういうなんちゃって名誉職についてさ、ね、左打ち輪じゃないけど悠々自適、そっちの方が楽で楽しくて、ね、面白おかしく、一般人生活を堪能できるんじゃないんでしょうか。ということで、今回は以上です。ありがとうございました。ではまた、ごきげんよう。